田野瀬太指道は、日本の政治家、衆議院議員。文部科学大臣政務官兼、内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官、文部科学副大臣兼内閣府副大臣を務めた。田野瀬良太郎の次男、奈良県五条市生まれ、五条市立五条小学校、五条市立五条中学校、西山と学園高等学校を経て、早稲田大学、 第二文学部社会専修卒業、学士。1997年10月から、衆議院議員連、野瀬良太郎秘書を務める。2010年12月、社会福祉法事外誠会仲良し保育園理事長。2012年1月から12月まで、社団法人柏原青年会議所理事長。2012年、父の田野瀬良太郎の引退を受けて実施された。 後継候補において自民党奈良県連が実施した党員投票で大阪不在住の団体役員である上田高之に圧勝したことを受けて第46回衆議院議員総選挙で奈良4区で自由民主党の公認候補となる。第46回衆院選において自民党で幹部経験のある現職衆議院議員の世襲候補は田野瀬を含めて5人いたが党員投票によって 公認候補が決まったのは、田野瀬だけである。同年12月16日、第46回衆院選で、初当選した。2014年12月14日、第47回衆議院議員総選挙で再選。2016年8月5日、第三次安倍第二次改造内閣にて、文部科学大臣政務官兼、内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官に任命された。 2017年10月22日、第48回衆議院議員総選挙では、奈良県の小選挙区割り変更に伴い、奈良3区で立候補し、参戦。2020年9月の菅義偉内閣の発足に、伴い、文部科学副大臣県内閣府副大臣に就任。文部科学副大臣として教育、スポーツの担当。2021年2月、 新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う非常事態宣言下の不要不急の夜間外出を報道された不祥事のため菅義偉首相により副大臣職を罷免された森林増与税は平成31年に森林環境整備等を目的とし創設されたが大都市の自治体では森林等もなく基金のみ積み立てなどに充てられていた 制度自体の目的を危惧し、2021年5月に奈良県産木材の活用を促進する目的で、田野瀬が提唱し創設。川上と川下を連携するために、消費側には奈良県御市町内、消費側には吉野郡町村会が会員として参画。ここまでの大規模市町村参画は全国初であった。二千十九年四月の西山と学園中学。 高校の入学式において、田野瀬の関係者が新入生の保護者に対し、講演会への入会を促していた。同年3月には、新入生の保護者宛に講演会への入会を求める文書も送られており、文書には田野瀬の名前が記され、入会申し込み書も同封されていた。生徒らからの訴えを受け調査した弁護士は教育基本法で定められた。 学校での政治的中立性の確保に抵触するとしている。2021年1月8日、東京都は新型コロナウイルスによる緊急事態宣言を発令。1月26日、デイリー新潮は衆議院議員の松本淳が1月18日夜、東京都中央区のイタリアンレストランと銀座のクラブ2軒の計算券を訪れたと報道した。同日、松本は 記者団に訪れた3件の飲食店全てについて要望、陳情を受けたまわる立場で一人で行っていると説明。また閉店後に店に入った。店にいたのは店主たる人と自分だけだったと述べた。1月29日、松本は自民党国会対策委員長代理を辞任。当初、一人で飲食店に行ったとの松本の説明だったが、 2月1日、松本は記者団に対し、田野瀬と大塚隆史国会対策副委員長に声をかけて、イタリアンレストランと3件目のクラブで同席したと明らかにした。イタリアンレストランでは3件目のクラブの関係者の女性2人もおり、5人で会食した。同日、菅義偉首相は官邸で田野瀬から報告を受け、あるまじき行為だと叱責。 副大臣職を罷免された。さらに、同日午後に、松本、大塚良議員とともに、自民党本部で2回、都市広幹事長と会談し、離党勧告を受けたことを受けて、自民党の離党届を提出した。離党届は、持ち回りの党機委員会で受理された。ありがとうございます。